はい、こんにちは、えー。昔々ですね、お釈迦様の弟子の一人がですね、えー、お釈迦様にこう聞きましたと。お釈迦様、人間は死んだらどうなるんでしょうかと。私たちは死んだ後、どこに行くんでしょうかと。まあ、あの世ってのはあるんでしょうかと。こう聞きましたと。ま、あこれ、今の人は、みんなこれが不思議に思ってると思うんですけど、その時お釈迦様はこのように答えましたと。君の質問は、えー、無意味だと。君の質問は、まあ、 ある人が毒矢が、毒の矢が刺さってしまったと。それでその毒の矢が刺さっているにもかかわらず、自分の毒の刺さった矢の、その毒の性質はなんだかんだとこう聞いてるのと一緒なんだと。そんなことよりも本当に、どうしたらこの後私はこの毒矢に勝って生き続けることができるのか、生きる方法を考えなさいっていう意味だったんですけど、これがちょうどですね、人間があの世はどうなってるのかっていうのを聞いてることだと同じだったんですよ。 要するに自分の体に刺さった毒のような、毒の性質を聞いているのがあの世の性ことであって、そんな毒の、あの世がどうであろう、こうであろうっていう毒の性質を考えるんじゃなくて、本当に生きるにはどうしたらいいかと、それに誓ってですね、それは下脱しろってことなんですよ。下脱して、この世とあの世を超えて、そして本当の、えー、真空の状態に戻って、そこから自由自在にビッグバンを起こせる存在になれっていう、これが仏教の教えであって、 でそのために仏教の中には、えー、あの世っていう教えは全くありません。全くありません。ですから、お釈迦様の言葉の中には、あの世はどうなってるとか、こうなってるって教えは全くないな。そのためで、え三、ー、次元に生まれてきて、如来の弟子になったわけですから、はい、お釈迦様死んだらどうなるとか、あの世はどうなったんでする、じゃなくて、下脱して、この世とあの世も超えて、えー、スーパーダイバーサスになって、ビッグバンを起こせる時期をもらって、ビッグバンを起こせる存在になると。これだけが、 目的であって、あの世なんては関係ないんですよ。ですから、そんなことを言ってる間に、下脱して、受気を受けられるように自分に消えして、庭わに消えして、そしてスーパーダバサスになれっていうことを言ってるんですよ。ですから、皆さんも毒をですね、刺さった矢の毒をあれやこれや言うんではなくて、下脱して、受気をもらってスーパーダバサスになる道を歩んでくださいと。ということで、仏教の中には、えー、あの世はどうなってるかって入ってないんですよ。 まああの世が入って、入ってあるのはスェンデンボルグとかそういうのなんですけど、実は量子力学っていうのはもう、えー、あの世っていうものの性質をですね、実はもう簡単に語り切ってしまってんですよ。まあそれを今日お話ししますけど、まあこれ使って、前言いましたね、太陽の上にいる人を私たちがこう見た場合、えー、太陽までの距離があると。その距離から、えー、人間の視覚っていうのは光の速さ秒速30万キロメートルですね、約。ですから、8分19秒前の 姿しか見えないと。太陽の上に乗ってる人は、私たちが視覚で見た場合、それは秒速30メ万キロメートルで自分の視覚がその太陽の上の人を捉えると、それはえその間の8分19秒経ってしまってる。その過去の姿しか見えないと。で、逆に向こうの人からこの地球の上にあなたを見たときも、やっぱり8分19秒,19秒のあなたしか見えないんですよ。ですからあなたが見られてる今あなたは過去の姿であって、そして見ている向こうも えー、過去のあなたを見て、あなたも過去の向こうの人を見てることになるんですよ。で、この8分19秒後のあなたっていうのはじゃあ何をしてるかって言ったら、もうもしかしたら死んでるかもしれないし、まあどっか遊びに行っちゃってるかもしれないし、えー、漫画の本を読んでるかもしれないし、えー、いろんなあなたがここからも分岐してるわけですね。はい。ですけど、向こうの人から見たら未来のあなたは見えないで、それは波の状態って言うんですよ。 こういうのを話しましたと。じゃあ逆にこの1万年分の距離がある、えー、相手を見た場合は、じゃあ1万年後のあなたってのはもうどうしてるかって言ったら、もう10年後に死んだあなたがいて、で、さらにそのあなたが生まれ変わってきて、さらにそんでまた人間に3次元に生まれてあって、またその人も死んで、また生まれ変わって、さらに死んで火星に生まれて、さらにそこでも死んで、また同性に生まれて、ことと死んでとか、1万年もあったら、えー いろんな、もう何回も何回も死んで生まれても死んで生まれてってあなたがいて、そしてあなたがちょうどまた死んで、波の世界にいましたと。そこは五次元であったと。そうしたところ、ちょうどこの人は次に死んだときに、十年後に死んだときに、えー、もう何百回も死んで、死んでは生き、死んでは生き、いたあなたの五次元のあなたと、ここであって、あなたはもしかしたら、あの、あなたはもしかしたら、あの、えー、前の前世で私とを地球の上から見てたあなたじゃないですかっていうと、一万年、 え、前ですねって言うと、そうですよ。私は僕が1万年後経ってて、私はもう何回も何回も生まれ変わってて、そして今ここにあの世にいるんですけど、えー、あなたはそれからすぐに死んで、そのあなたと私は今会ってんですよ。私はその間1万分分死んだりしたり死んだりしたりして、転生人で繰り返して今言うんですけど、あなたらば1回たら死んだだけですねって言って、つまりこの波の世界っていうのは、えー、時間も空間もないから、えー、そういう長さって関係ないんですよ。 こういう意味で言うと、形で人間を捉えた場合、形で人間を捉えた場合、結局は、光の速さに視覚は影響されるから、光よりも遅い速さで進むから、必ず過去の相手の姿をしか見ないんですよ。で、それは同時に自分を、自分を捉えた場合ですね、 自分を形として捉えた場合も、そこに0コンマ、秒30万キロメートルがあるわけですから、0コンマ何秒とか、意識で自分というものを捉えても、意識のインパルスが伝わる、そのわずかな 0. デザイナ何秒っていうのは時間がありません、ね。つまり過去の自分を見てるんですよ。自分に当てはめても。視覚や五感で捉えた場合、過去の自分を見てるってことになるんですよ。肉体の五感で捉えたんですね。インパルスがいろいろあるんで。ですから、本当のあなたっていうのは、形にならない波の状態なんですよ。 この波の状態が今も波の状態で、今っていうのは形にならない状態のことを今って言うんですよ。この形にならない今の状態である本当のあなたが、形になった本当に0コンマ何秒っていう後の前のあなたの姿を今見てるのが、この世界なんですよ。ですから、よく、例えば1万年前のあなたを見てても、えー、8分19秒前のあなたを見てても、結局、 もうその波の状態の中ってのは8分19分も1万年もう同じものであって波の中って時間も空間もないからその中では何千回何億回生まれ変わっているあなたもいれば1回だけ生まれ変わっているあなたもいるしっていうもう時間も空間も関係ないんですよでこの時間も空間もな関係ない波のあなたが3次元の自分を見た場合それは過去の自分なんですよですから過去の自分を未来が過去の自分を、えー、見てるんですよ で、過去の自分を未来が、自分が動かして、例えばあなたが今5次元ぐらいの精神レベルしかないと。5次元で実はあなたは他の世界に前に生まれてきたときに、まあその時に、えー、まあ野球が好きで、まあ国、国家に奉仕するとか、えー、人に尽くす、もう野球がとにかく好きで、死んだ後ももう野球の好きな人間だけが集まった野球の村に住んでて、野球ばっかりしていると。じゃ何なんであなたは5次元で野球ばっかりしているかってった、それは過去に、 前の人生で野球ばっかして,て出してただから、5次元でも野球をしたと。じゃあその野球をしてたあなたがもう一回生まれ変わって、じゃあ私になったとすると、やっぱりこの世界で、まあ小学校2年生ぐらいになって、私も野球見た時に野球すごい面白くなって、えー、なんか友達から野球を教わった時に、えー、すごく面白いねっていうことで、なんか1年ぐらいしたらものすごく上手くなっちゃって、小学校5年生ぐらいになってもう野球チームのキャプテンになって、 でも、中学校の後も、チームのキャプテンとかになってて、そのぐらい上手くなったんですよ。なんでじゃあ、そ自分はそういうふうに野球に縁があって、えー、野球のキャプテンになるぐらいだったかって、それは前世で、野球ばっかりやってて、もプロになるぐらいの上手さがあって、それで死んだ後も野球の村にいて、で、根性生まれてきたら野球ばっかり。ところが、野球ばっかりやってる人とか、まあ、この世界には、歌ばっか歌ってる人とか、ミュージシャンとか、えー、 いろんな人がいますね。つまんない。なんかアイドルを追ってる人とか、くだらないことばっかり考えてる人がいっぱいいますね。まあ、ビル・ゲイツみたいに世界主体しよとか、ニルソ、ジ、え、ョージソースみたあんなやつもいますね。ああいうのはやっぱりですね、過去性に影響して、未来、この五次元に戻った時にもそういう陰謀のばっかりやってる街に行って、そこから生まれてきたんで、そういろんな、えー、波の中から生まれてきた人たちが集まって、この三次元世界の一つの文明を作って、そして学者たちは科学を発達させて、 え、ニュートン、リ学ク、相対論、量子論、そして統一バリュを目指していると、この最後の段階に来ています。その最後の段階に来ると、ジョージ・ソロスやビル・ゲイツはこの世界をえノーチップで支配しようって言って、言われるはあるあの、インチキなですね、この世界はアデオリズムだろと目に見える世界がろ全てだろうって人に染まって、それをやろうとするんですけど、過去に、え、仏教をちゃんと学んでいた人は、そうじゃないと、この世界は、え、し元は真空であって、その真空の中から、 え、時期をもらった人がビッグワンを起こし生まれてきて、そして、この世界の過去にある第五の詩を学んで、そして、他の人も弟子にして、その人たちも下脱させて、まず真空を見える状態にしてあげると。そして、その人たちに時期を授けて、ビッグワンを起こさせて、そのあ生まれ変わった世界でも、如来が過去にいて、その第五の死を学んで、その世界にも広められて、他の人たちも全て下脱させるようにしてあげると。これが本来の目的なんですよ。ですから、まあ、波の中の世界っていうのがあの世だとすると、そこには、 まあ、四次元、五次元、六次元、七次元がありますと。七次元の人がこのように生まれてくると、もう、なんでビッグバンが起こったんだろうとしか考えないんで、まあ、太古に生まれればアリストテレスに地球が回るというのを発見して、まあ、ジョルノ・ブルーノとか、えー、コベルニクスには地球の周りを宇宙が動いてるんじゃなくて、えー、地球は単に太陽の曲げ回ってるというのを今度発見して、えー、ボコボコに罪人にされても、それをちゃんと主張する。で、それが勝ってニュートンの時代には、 えー、この世界は死んだ場所は繋がり合ってるっていうニュートン方程式を、物質のテッを発明して、さらに、えー、アインシュタインは何もない真空と、この世界は宇宙が始まる真空と、この世界は透過性があるってことを発見して、さらに量子的学は、この世界は可能性の世界であると。えー、そして、無限の平行宇宙が、えー、瞬間瞬間から、過去から未来だけで分岐してると。そして、我々の今、この瞬間も実は、えー、波の中にある一つの空間であって、 人間の本質は波であって形にならない波であると。その波の中にあるのはこの空間であって、波の中にあるものが、波があなたそのものであって、そこから自分を見るとこれは過去の世界であると。で、この波の中にいるあなたは、この過去の自分をコントロールすることによって、まあ野球ばっかりやってる自分じゃなくて、 まあ少しは勉強して出世して、まあ会社でも起こして成功して従業員を食べさせて、そしてみんなから感謝される自分になりなさいと。だけど、それでもなんでか納得できないと。で、いろいろ投資して1兆円、10兆円、100兆円って、と、正義みたいになっても、どうも俺これでも満足できないと。もっとなんか本当の生命には目的があるんじゃないかと。その時に、え正、ー、義みたいな人は、まあ、言われるとか、 えー、ジョージ・ソロソがビル・ゲイツみたいなやつの協力して、じゃあ俺たちのアルゴリズム協力しろってそこに金投資して、そして人口削減して世界をノーチップで支配して俺たちだけ前も食おうぜっていうことに行かないで、いや違うよ。仏教の中に本当の生命の目的、存在の本質的なシステムがあるんじゃないかってことに気づくと。そうすると、えー、仏教を教えてくれる人はいて、その人に下脱させてもらうと何もない真空の状態に戻ると。 その真空の状態っていうのはもう5次元、6次元、7次元を超えてしまってるんで、5次元、6次元、7次元っていうのは、一つの過去の空間の中にあった下から出てきた次元が、3次元から出てきた次元が4次元、5次元、6次元、7次元なんですよ。イエスが下から出たもの、要するに欲の下から出たもの、このシステムが5次元でもいっぱい村があって、6次元に行けばそこを統治して、7次元に行けばさらにそれを統治すると。 で、さらに7次元に行くとなんでバンのことは考えると、こういうピラミッド組織になってんですよ。そのピラミッド組織の元にあるのは、無限にある3次元であって、その3次元から自分は例えば火星人だったら火星人の世界が5次元になるし、金星人だったら金星人が5次元になるし、そして地球人の世界も5次元になると。そのうちの一つのパターンの地球人の世界から死ぬと、この世界にあった、なんか歌が好きだったら歌の世界に行くし、えー スポーツが好きだったらそのアスリートの世界に行くしと、といろんな政治が好きだったら政治の世界に行くしってい,いろんな世界があるんですよ。それが無限の三次元からいっぱいあって、え、それが波の世界であって、その波の世界の中から一つの今三次元のこの文明、2500年の文明を共有している一つの三次元に来ているのが我々あって、その最末法の時期にいるのが我々んですよ。ですから他の過去性や他の惑星から来た人たちも天正銀河で今生きている人たちがいるんですけど、 お釈迦様の教えの中には、えー、ま、仏、如来っていうのは、人間の調教師であって、神々の教師であるって言ってんすよ。神々の教師。神々の教師であって、人間の調教師である。 要するに、神と人間ってのは同、同レベルに扱ってるんですよ。で、神の正体って何かって言ったら、一つの三次元が発達していて、最終的には、量子テレポテーションのテクノロジーを得ますね。三次元ってのは最用して今、我々の世界もそうですね。この量子テレポテーションのテクノロジーを使って、この空間から他の空間に行けるようになると、そしてその人たちはすでに五次元人であって、で、それが旧約聖書の最後の書いてあるように、もう死んでるとか生きてるとか、もうそういうのは関係ない世界にテクノロジーで、 入れる人もいると。で、その世界にはもう、過去にいた、えー、モーゼや、えー、アロンや、えー、エリアとか、あと、イザヤとか、ダニエルとか、エゼキラがいると。で、その世界からまたテクノロジーでこの世界に来ると、えー、またこの世界に来て、いろいろこう教えて、今度予言して教えてあげて、その世界とこう繋げてあげるとか、これ、テクノロジーで5次元6次元を生き返できるようになったのが神ガニ、神々。神々。ですね。 それに対して、彼らはこの世界に入ってきて人工人間を作ったり、あるいは他の惑星に行って、そこに住んでる三次元人たちを、わからない人たちを、えー、自分は神だって言って、えー、調教して、そして自分に消えさせるためにジグラットを作ったりとか、まあ、地球に来たら過去にシュメル人の人工人間アダムとイブを作って、それを反映させて、そして、えー、自分たちを神と称号を増したりして、自分たちに消えさせるように住んでると堕落しちゃってダメと。で、しかも自分たちも堕落しちゃってダメと。で、4回も文明を潰していると。 これが神々ですね。実はテクノロジーによって5次円、6次円を、と3次元を行き来できるようになったのが神々。例えば前、甲府に降りてきたあの二人の宇宙人いますね。なんか少年みたいなのが。あれだって、普通の3次元の人たちから見たら、彼らが我々は神であるって言ったら、人が集まってきて、ああ、神様、私たちの病気治してくれって言っなんかそのテクノロジー使って、病気からなんかのおおすげえなって言って、その、そのから宗教みたいなのが出来上がって、なんとか教っていうのはそれが、え、甲府から出来上がって、もう、 こう30年ぐらい前の話です。あれね、だから30年でなんか日本のどこかに、えー、広報中心の人はなんか宗教が出来上がって、そのご神体があの宇宙人だったりするっていう。これが宗教の始まりですね。民族宗教の始まり。それが太古ではイヤーベであると。はい。あの、シングルトラマの中でメフィラス星人とか、えー、なんとか星人ってて地球人をこう支配しようとしますね。なんとか。それと一緒なんですよ。彼らは六次元からメフィラス星人も、えー、なんとか星人も、6次元から来てるっていうのは一緒なんですよ。ですから、アンノさんの結構世界観。 えー、マルチバース感って本当この世界ときったし合ってるんですよ。で、それに代わって、ミヒラシ星人ではなくて、この世界には、まあ、自分のことをヤーベ、神と呼ぶ、えー、まあ、アヌンナキと呼ばれてるんですが、あるいはギエンギっていう人が、まあ、8000年くらい前に来て、人工人間作って繁栄させて、それが4つの文明を経て、まあ、キリストを殺して、そして今、ユダヤ人ができて、そいつらが、えー、民族宗教では仏教に帰依できないから、えー、この世界を支配しようとするような運命を持ってると。 こういうことですね。はい。ですから、神々っていうのはテクノロジーによって文明の終わりに、子エシテプロテーションで5次元、6次元、3次元を行ったり来たりできるテクノロジーを持った人間。これが神々の正体ですね。で、それらがいろんな世界に行くと、天正林廻で生まれてきている人たちを自分は神と言って支配したり、いろんな惑星やいろんな世界に行くと支配したり、この世界であれば、アダムという人工人間を作って、ヤーベと,ヤーベという神として俺たちを がめろってジグラッと伝やるんですけど、一緒に来た五次元人たちがなんか女の子が可愛いから、一緒に生活しているうちに堕落しちゃって、もう肉体的になっちゃって、この世界に戻れないっていうのは旧約聖書に書いてありますね。これが神々の正体ですね。はい、ですから、お釈迦様っていうのは人間を仏教と、そのさあらゆる世界の中で仏教、如来と縁を持った人たちを仏教に入れてあげて、各世界の如来たちはそして下脱させて、住居を授けてビッグバンそのものを起こすと。 そのビッグバンが起こって三次元が生まれると、そこから、えー、4,5,6,7があって、それはその世界とこう繋がり合ったピラミッド構造になってると。で、これが瞬間瞬間いろんな、えー、世界と連動して、その波の状態の未来からこの三次元世界に集まってきているのが今の三次元世界であって、生きとし生ける者、さらにはテクノロジーで神をやな、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  民族宗教の神様たちも一つの世界に入って仏教を学べと。神々、お釈迦様は神々の教師であって、人間たちの長教,教師だという意味はこういう意味なんですよ。ですから、ヤーベも、まあ、いろんな宗教の神様も仏教を学んで下脱させてもらって、そして、真空の中に上げてもらって、そして磁気をもらって、ビッグバンを起こして、菩薩として、さらにそれを広めていくと。そして、対象性の状態に戻すと。これが真空ですね。そして、この真空の中に、 えー、菩薩がビッグバンを起こすと、そこから、えー、ピラミッド構造の4次元、5次元、6次元、7次元があって、この世界を中心に5次元では過去にいや行ったおかないで野球チーム作ったりとか、いろんな人がいっぱいいて、それもまた生まれ変わると、またそこに似たようなことするんですけど、そういったこの世から生まれたものから全て離れて、仏教に帰れして下脱しなさいっていう、そして時期をもらって、ビッグバンを起こせる存在によって全てのものを、滅人、真空の状態、対処する状態に戻しなさいっていう。これが仏教の教えですね、はい。 わかったきたかえー、如来が神々の教師であり、人間の調教師であるって、えー、神々と人間を同じものに扱っているのは、こういう意味なんですよ。で、神々も人間たちも等しく3次元に生まれてきたなら、えー、如来に帰依して下脱させてもらって、真空の状態に戻って、そして、えー、時期をもらって、ビッグモークをせず、そして全てを滅人させるようになりなさいと。はい。量子力学からできたら、こういうことがわかるんですよ。最初ですから、太陽の上に一度は8分。 19秒前の姿。さらに1万年離れてる、では1万年後の姿。だけど、じゃあその1万年後の中で、この人は何回も生まれ変わってても、彼が、こっちの人がちょっと知れば、その時間とくくない波の中では、そんなに何も、時間もかも関係ないんですよ。で、この波の世界っていうのは、3次元から全部生まれてるピラミッド構造になってて、5次元ではたくさんの村があって、6次元がそれを支災していて、で、6次元から3次元に来ると、その自分の統治している5次元のその町をですね、作った過去があるっていう。 で、その予定表が旧約聖書ですね。はい。はい。この世界はそういうシナリオでできてるんですよ。はい。宇宙の構造分かったでしょうかえー、仏が神々の教師で人間の調教師であるっていう意味は分かったでしょうかはい。今日はいいです。どうも。